皆さんお疲れ様です。時に、バトルをするたびに姿が変わるポケモンがいることをご存知でしょうか。しかも、オス個体の進化、メス個体の進化で別の種族になり、さらに、メス個体は3種類のフォルムがあるという、かなり変わったポケモンです。こんなに珍しい生態なのに、なぜかかなり影が薄いポケモンなんです。今日は、そんなやつを、ご紹介します。ということで今回は、よくわかるナオザリのミノムシ講座、です。どうぞ最後まで、ゆっくりしていってね。はい、ナンバー413といえば、そう、ミノムッチだね。ミノムシポケモンのミノムッチは、バトルをするたびに、その場所によってミノが変わるという特徴があるよ。でも、タイプなど、見た目以外のことは変わらないんだ。それぞれ、草木のミノ、砂地のミノ、ゴミのミノ、という名称で、それぞれ姿が変わる場所はご覧の通り。バトルに参加しないと姿は変わらないよ。バトルで壊れたミノをその場の材料で作り直しているんだ。けなげだね。これも面白い生態だけど、進化の生態も独特だよ。ということで、これが進化系のミノマダムです。メス個体が進化した姿だね。進化する直前のミノの姿に進化し、進化するともう姿は変わらないよ。進化の仕組みとして、草木のミノ、でも、洞窟内で不思議な飴などを使って進化させると、場所に関わらず草木のミノのミノマダムに進化するよ。一方で、草木のミノで洞窟内のバトルに参加し、レベルアップで進化させれば、砂地のミノに進化するよ。バトルをして、ミノムッチのミノの姿が変わるかどうかが大事なんだね。ミノムッチと違い、ミノマダムはミノごとに、タイプ、種族値、覚える技が異なるよ。種族値は違えど、どのミノも耐久が高い能力になっています。そして、こちらがガーメール。オス個体が進化した姿だよ。定期的に追加されるが枠のポケモンだね。ミノがポケモンとあるけど、実際のミノガも、成長するとオスガガの姿で、メスはミノムシの姿なんだ。現実準拠だね。花の蜜が大好物なんだけど、自分で集めるのではなくて、蜜ハニーが集めた蜜を横取りするんだ。意地汚い。しかも、夜中の蜜ハニーが寝静まった頃にスカラ強奪するという非道っぷり。でも合理的だね。ミノマダムとは対照的に、攻撃面が高い能力をしているよ。それではこの辺で、ミノムッチ一族の華麗なる歴史をご紹介します。始まりは第4世代。ミノムッチが甘い香りのする木からしか入手することができず、微妙にレアなポケモンだったんだ。それゆえにタビパに入れられることは少なく、印象に残りにくいポジションだったよ。まずミノマダムだけど、種族値はこんな感じ。左から、砂地のミノは物流系、草木のミノは特殊系、ゴミのミノは2つの中間で両受け、といった種族値配分だね。しかし、それぞれのタイプはこんな感じなんだけど、弱点のタイプを見てみよう。砂地のミノは、弱点が4タイプと多めだね。一番右、ゴミのミノは、鋼タイプ複合なので、4倍と言えど弱点は炎だけ。半減以下も旧タイプと、優秀なタイプと言えるね。しかし、真ん中、草木のミノ。草むしタイプという、弱点が6タイプもある6でもない耐性。耐久型ながらそんなタイプのお前に言いたい。やる気があるのか、と。では次に覚える技。各ミノが共通で覚える技がこちら。シャドーボール、サイコキネシス、不意打ちと、見た目からは想像できない技を覚えるよ。続いてミノ固有の技。草木のミノが光合成を覚えるけど、一番耐性がダメなやつが回復技を覚えてしまうのはもったいない気がするよ。他の2匹も、アタッカー向きの技を多く覚えるけど、攻撃面の能力は乏しいのでもったいないね。そう、このミノマダムの性能。覚える技、
タイプ、種族値が噛み合っていないんだ。なんとなく、設定は凝ったけど他は適当に作った、みたいな気がするよ。ちなみに第4世代では、虫のさざめきは覚えることができず、プラチナ版が発売されるまで、虫タイプの攻撃技は威力60の虫食いのみという状態。プラチナ版の教え技でようやくシグナルビームを覚えたけど、明らかに虫のさざめきの方が使い勝手が良いので、申し訳程度な処置だったね。また、意外にも、虫タイプで唯一、ガムシャラと先制技を両立できるポケモンであり、うまくいけば性能差のあるポケモンでも倒せるには倒せるよ。また、ミノムッチ、ガーメイルを含め、目覚めるパワーをレベル技で習得する珍しいポケモンでもあるよ。こいつらと目覚めるパワーの関連性はよくわからないけど、特性は危険予知、であり、相手が弱点をついてくる技と、その他一部の技を持っていると身震いする特性だね。弱点が炎しかないゴミのミノは相性が良いよ。弱点だらけの草木のミノは身震いしっぱなしだろうけどね。俺、震えてんだ。まあ、何よりはマシ、という程度で有用とまでは言えない特性だね。ミノマダムで耐久型の運用を考えた時に、砂地のミノは、攻撃面も耐久面も高く、怠けるで回復もできるカバルドンに及ばず、草木のミノは、耐久型として御三家最弱のメガニウムにすら劣り、ゴミのミノは、決定力に大きな差があるハッサムの劣化になりがちと、生まれながらにして誰かしらの劣化という宿命を背負わされているんだ。悲しいね。ここまでをまとめると、噛み合わない技、タイプ、種族値に、有用とは言い難い特性、そして誰かの劣化という性能、それすなわち、使いづらく、需要がない、ということだね。ビジュアルも良くないので、影が薄くなるのも残念でもなく当然ということだね。では、続いてガーメイル。その種族値はこんな感じ。両等、低速、低耐久の種族値配分だね。このパターンで確信できる。こいつは不遇なポケモンだ、と。しかもタイプは、虫、飛行。そう、レディアン、ミツハニーらが所属する激戦区である。ということで、おのずと弱点も多いタイプ。低耐久な上に、多い弱点とどう付き合っていくか、が育成のポイントになりそうだね。覚える技を見ていこう。ミノマダムと共通で覚える技がこの辺。ミノマダムと違い、アタッカー向きなのに、不意打ちは覚えないというまさかの失態。しかしタイプ一致技はとりあえず揃っており、ミノマダムになかった虫のさざめきも覚えるよ。ただ、特殊技が多いので、攻撃種族値の94が腐りがちになるよ。技範囲は悪いわけではないけど、物足りないラインナップに感じるね。ガーメイルの特性は虫の知らせ、であり、御三家特性の虫バージョンの効果。気合の助けを相性が良いし、先制を取ることを想定すれば、身代わりで発動させるのもいいね。ガーメイルの覚える技を改めて見てみると、最低限なものは一式揃ってはいるんだけど、同じタイプには、攻撃と素早さに長けるストライク、特攻と素早さに長けるメガヤンマがいたので、ガーメイルのあるべき姿のようなこの2匹に、活躍の場を阻まれていたよ。おそらく、この2匹がいなくともガーメイルは使われないだろうけどね。素早さ種族値は66なわけだけど、これはこだわりスカーフを持たせても、マニューラを抜けないという微妙なライン。さらに特攻94では、特化虫のさざめきでも H4 フリラケオスを倒せないという物足りなさ。当時ですら両等ゆえの中途半端な火力と素早さはネックだったんだ。速さが足りない。攻撃を落として特攻と素早さに当てられたら、と思うところはあるけれど、それを言っちゃうと当てはまるポケモンが大量にいるので、心の中だけにしておこう。ミノマダムとガーメイル、それぞれの理想の姿としては、選べる3種の耐久型、技範囲の広い両等アタッカー、というものだったけど、現実はというと、
技とタイプと種族値が噛み合わない、攻めも受けも半端なやつと、微妙な技範囲と両刀ゆえに火力と素早さが足りないやつという組み合わせ。そう、この2匹非常に中途半端なポケモンです。種族値、技、特性、タイプ、どこを取っても武器になるものがなく、かなりの愛がないと使えないレベルの性能です。今後の世代、彼女彼らの救済やいかに。ここまでご視聴ありがとうございました。パート2も見ていってね。それでは。